オノサマランチゴールデンウィークスペシャル in 神奈川。はい、あのね、しんやさんの声だけ通っててびっくりした。俺の声だけすごいエコーなくなってね。はい、すいません、はい、はい、この番組の MC、レイチェルこと、ドジナ広瀬レイナです。はい、レイチェルバンドでおなじみのしんやです。お願いします。はい、この番組は YouTube レイムを使って全世界にお届けする視聴者参加型のオンライン番組です。はい、1時間生でですね、はい、好きなアーティストですとか、このギターについてのトークですね。はい、今日はですね、公開収録ということで、はい、あのいつもはですね、スタジオでやってるんですが、今日はですね、あの前回も、やらせていただきました、セブンティーズ、ニクロック、カンダーラさんですね。カンダーラさんですね。カンダーラさんがお送りしております。はい、もう見ての通り、はい、まあ、前回はね、ここで、はい、ここで前はやってたんですけど、うんうん、今日はもうステージ上で、ステージの上でね、はい、後ろにドラムがある中でやってますけど、はい、そして、まあ、画面には映ってないですが、はい、来てくださってる後ろにですね、はい、たくさんいて、もうどこまで続くのかなってめっちゃ見えてそうですね、はい、もう3500人ぐらいです、はい、もっともっといますよ、ね、嬉しいですね。はい、そういうお客さんをですね、今日入れて公開収録ということでやらせていただきます。はい、あ、もう早速ですね、はい、チャットとツイッターの方からもね、はい、来てくれてますが、今日はね、あのこの会場に来れなかった方もですね、こういうふうに、はい、あのチャットでもどんどん参加してもらえれば、はい、はい、うっちゃまさん、こんにちは、今日はゴールデンウィークだから見れるぜ。お、嬉しい、ありがとうございます。はい、川さんなんですね。はい、レイチェル、ありがとうございます。今日は二次元中継してる方もはい、いますね操作してますけど、はい、みんなパソコンいじって、はい、こっちも見てくださいね、はい、ここにいますよ、はい、ここにいますよ、はい、もうポポアンさんは久しぶりに来れた、ブレッジになってるって言ってますけど、はい、あ、バグさんが、お、バグさんも来てくださいました。はい、ありがとうございます。韓国からですね、今日はですね、あのブレッジで、あのいつもはみどりちゃんなんですけど、はい、もう今日はこの、まあね、1曲入魂もやるんで、あのスペシャルですからね、スペシャルってことでね、あの今日はこのブレッジのギターで、最初からちょっとやってみようかなと思うんですけど、はい、まあ、今日はね、うん、実は雨がね、そう、すごいです。めっちゃすごい、外ザーザー降りで、でもみんなね、来てくれて嬉しいです、ね、いや、ありがたいですよ、本当、うん、なんかもう来てくださったのに、もうみんな雨びっしょびしょ、大丈夫かな、帰るとき風邪ひかないでください、ね、本当気をつけてくださいけど、まあ、ゴールデンウィークね、まだ始まったばっかしですけど、はい、レイチェルは何してました？ゴールデンウィークは私はですね、ゴールデンウィークはまず個撮、個人撮影会をしました。おーおーおー、はい、じゃあこの中でお客さんで、ね、個撮に行ったって方は、おいますね、いっぱい、ね、はい、来てくださって、どういうことだ、もう普通に小撮っていうのは、はい、あの撮影会なので、あ、僕見たことないんですよ。あ、そうですよね、はい、私がこう写真を撮ってもらう人で、はい、モデルになってやるんですけど、はい、今何その興味ない感じ全然興味なさ、聞いといて興味ないっていう、あ、そうなんだっていう感じ、うん、だけど、あのちょっと僕はね、はい、いつもこう会ってるから、はい、レイチェルをね、こうやって写真で撮るのは、はい、ちょっとなんか変な感じ、まあ、確かにそうですけど、まあ、私がこうギターを持って、はい、なんかちょっとロックな感じで撮ったりとかもあるし、なんかあれらしいですね、来てくれたお客さんとセッションしたとか、あ、しましたしましたそうなんですよ、はい、あのね、今日来てくださってる方の中にいるんですけど、はい、ギターを練習してくださったあのカルミア、ほう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 、でカルミアをギターで弾いてくれて私が歌って、はい、でまあ、生で、はい、そこで、はい、すごい特典ですねめっちゃ楽しかったですよ、うなずいてらっしゃいますが、すごい楽しくて、はい、あ、川さんがゆりかが行きたがって履いてるって、あー、かわいそう、来てください今からでも、はい、あともう50分ぐらいありますから、ね、はい、全然余裕です、はい、余裕です、ぜひ来てください、はい、なんか今日しんやさんあれですよね、緊張してますよね、いや、緊張はあんまりしてないですよ。え、してますしてます、あの伝わってきますもん。本当ですか。いや、さっき私ここ写真撮ろうとして、はい、なんか深夜さんが映り込んだんですよ、はい、ここのね、舞台をね、こう写真撮ってブログに載せようと思って、ね、はい、撮った瞬間、なんか深夜さんがこう入ってきたんですけど、はい、入ってきた時のこの感じが、うん、手と足一緒に出てたんですよ壊れたロボットみたいな、そう、手と足一緒に出てて、えみたいな感じで写真が撮れたんで、さっきブログに載せたんですけどめっちゃ恥ずかしいやん、それそう、みんな見てみてください、はい、いや、なんかね、いや別に心臓バクバクしてるわけじゃないんですよ、はい、なんですけど、なんかね、人がこう周りにいるとね、はい、こう喋り口調がこう早くなっちゃうっていうか、うんうんうん、だからすごいゆっくりこう喋ろうかなっていう、うん、いつも言ってますよね、いつも自分に聞かせながらできないいつも言ってんのにこうね
話がこう早くなっちゃうっていうね。あ、もう弁護士さんがあれ、どこでもドア貸してあげて。確かに今出してあげたいですね。いやけどね、あの定期的にこういうイベントをやりたいので、うん、もうあの次回ね、うん、だったらこうゆりかちゃんを連れて、はい、来ていただければと、はい、ゆりかちゃんってお子さんですかね。そうですね、そうなんです、まだ小さいんですけど、はいはいはい、一緒に来てくれてるんです、お父さんと一緒に。あ、そうなんですか、はい、じゃあ ぜひね、あの次回は来てください、はい、みんな深夜さんの手と足一緒に出てる写真見て笑ってますよ俺のコメントじゃなくてブログ見てる生放送でこれやってるの本当。あ、うっちゃまさんがブログ見たけどあれは本当に壊れたロボットっぽい、壊れたロボットって壊れたロボットっぽいじゃなくて壊れてますかね、もうすでに壊れてる、もう、はい、今日はですね、そのまあ、あの、このカンダラさんで、はい、やらせていただいてるところなんですけど、はい、やっぱりちょっとスタジオと違いますね。そうですね、マイクも通しますし、違うし、見てる人もいるし、全然感じが違ってくるけど、はい、すごいおしゃれなんですよね、ここは。そう、前回ね、うん、あのもし見逃した方もいると思うんですけど、うんうん、あのこういう神田で、うん、こう70年代ロックをですね、コンセプトにですね、まあ、ちょっと店内も見ての通りいろんな、70年代 のアーティストのポスターですとか、うん、あとはその店内にギターがね飾ってあったりとかしてるんですよ、うんうん、こうなかなか普通はちょっと見ないような。そうですね。でこの、食事もできるところなんですけど、その食事できるスペースは、まあ、我々がですねこのいるスペースで実際にこの演奏もできるということで、そう、演奏できて聞きながら食べれるって、ね、はい、で定期的にそういうプロの方もね、うん、あのいらしてそこで演奏もやってるっていう、うん、結構もうそのロック好きにはたまらないお店なんです、はい、でそこをまあ、借りてですね今日はこのように放送してるんですけど、はい、あの前回はなんかすごいねメニューもいっぱい豊富で。そうですね、はい、なんか今日そうびっくりしたんですよ、はい、今日は朝来た時に、まあ、お客さんがね、来て、はい、お酒を頼むじゃないですか、はい、でお通しをね、うん、出されたんですよ、このお店で。そうですね、お通し見ましたか。見ました。あのなんだろう、たこ焼き、たこ焼きたこ焼きではないですか違う何ですか。お芋、お芋、里芋、里芋か、丸いやつですか。だからたこ焼きに見えた外見がね見た目がねだけどそれだけじゃないんですよ、なんかカルパッチョみたいなね、そういうなんかマリネかわかんないけど、うん、そういうのも添えてあって、うん、普通はお通してったらねこうちっちゃいものに入ってるじゃないですか。そうです、ね、違うんですよね、すごい感じした、うん、もうお通しのレベル超えてるっていう、うん、美味しそうだった。もうお酒がどんどん進むみたいな、うん、そういうところもね、あのお客さんにすごくいいサービスを提供してる店なんで、うんうん、ね、あの今日は普通にね、あの平常通りあのお店もやってらっしゃいますよね。なんであのこの後もしよかったらですね、うん、まあ、この放送終わった後もお店やってますんで、うん、あの見てる方よかったらこのお店に来て、はい、あの美味しい料理もね、でもう常にこの70年代のかっこいいロックが流れてますんで、うん、それを見ながら美味しい料理も食べられるっていう、うん、こういうお店でね今日は1時間生でお届けしてまいりたいなと思うんですが、はい、はい、っていうか深夜さんはゴールデンウィーク何してたんですか。僕ですか、はい、いや僕はあのあれですよ、もう常に曲作ってました。お、またかっこいいこと言って、おいおいおい家で寝てたんじゃないんですか。寝てないよめっちゃもう夜中までやってましたよ。本当ですか、はい、今日もあの、ね、曲をやりますんで、はい、あのその練習もしてましたし、うんうん、もうゴールデンウィークなんて会ってないようなもんですから、うん、会ってないようなもん嘘だねいやもう休みなくもうやってますよ、はい、あ、本当ですか。じゃあどっかに行ったりとかもなく。いや、ないですね、ここ数年。数年ゴールデンウィークって何みたいな。もったいない。いやけど逆に言ったら、まあ、僕前バンド組んでましたから、はい、あのゴールデンウィークは常にライブでした。あ、なるほどね、はい、ライブやったりお客さんいっぱい呼んで曲作ったり、はい、そういう風なのが多いんですね。はい、あ、もう今日は一日中みんなお通しっていう、一日料理あ皆さん食べました。食べてない。いや、これ食べた方がいいですよ。食べた方がいますね、一人ね、もう完食してらっしゃいますけど。完食してますね、はい、みどりちゃん飾ってください。あー、あの、あれありますよ、今日あるんですけど、あのそこの横の方で眠ってますね。本当だ、しかもケースから出されてない出されてもないっていう怒られちゃう、ね、怒られちゃう。だけど今日はもうこのギター、うん、もうあのいい音が鳴るんですよね、これ。これがね、あの前回の放送でも、うん、あのやりましたけど、グレッチの6120モデル、はい、ブライアン・セッターも使ってるっていう、はい、このモデルなんですけど、まあ、ちょっと2回、今日3回目かな、弾くのが、うん、もうすごい弾きやすいんですよ、これ。いい音ですよ、これ隣で聞いてても、はい、みどりちゃんたちが。おい負けてないですよ、うん、けどこれもすごいいい音、まあ、うん、その甘いトーンからもうすごいロックな音まで
流れてる。すごい、いろんな音が出て、はい、もう今日はこれ、一日中これで、みどりちゃんの出番はなくないんだ、かわいそう、持ってきたのに。いやけど、もう今日はね、わざわざこれを持ってきていただいたんで、はい、これを弾くしかないという。なるほどね。はい、はい、あ、バングさん、まだ訓練中、こっそり見ています。訓練って何でしょうかね。ギター訓練かな。あ、そうなのかな、ギタリストみたい。はい、ギタリストです。めっちゃギタリストなんですよ。はい、これギターを触ってる素人少年ではないので、はい、一応はい、レイチェルと一緒にギターをやらせていただいてます、はい、ここに来て自己紹介自己紹介今日からね、はい、ギタリストということで覚えていただければと、一応シンという名前でやってますんで、はい、もう私もね、よくシンヤさんと言ってしまうんですが、はい、シンと呼んであげてください、はい、ホットロッドの方が好きです。ホットロッド、もうすごい具体的な名前がいっぱい出てきてますけど、うん、はい、今日はもう全部機材はカンダーラさんの機材をやらせていただいて、今日マイクは私のです。これね、はい、マイマイク、これはすごいんですよ、はい、スペシャルなプレゼントをもらって、これね、マイクをプレゼント、はい、していただいたので、いや、それ羨ましいけど、今日はもうこれで、はい、これで歌って最後までね、はい、最後までやります。もう今日は特別に何曲かね、はい、やろうと思ってますんで、はい、ぜひぜひ。今までね、放送ではやってましたけど、はい、実際に生では初めてですよね。いや、生ではやってないですね、はい、前回ここでやった時も、うん、ゲストのお二方がいらして、うん、そこで僕がセッションする形で入ったんですけど、うん、まあ、実際にレイチェルは、それで見てたんで、はい、今日はもうレイチェルもここでステージデビューということで、うん、ステージデビュー。逆にそれ緊張してないの？いや、今は平気ですね。今は平気です。そのうち多分手びっしょりになる。そうそう、レイチェルすごいんですよね。手汗がすごいんですよ。本当に滴るぐらい出ますから。はい、それはね、後でこう拭いといて。多分みんなの目線がね、どんどんこう緊張を。そうね、怖いね。逆に最初は俺がちょっとアップアップしてて、はい、多分後半にこう演奏すると僕がこうだんだん落ち着いてくるんですよ。私が今度ね、ダメになる。二人とも冷静の時ないっていう。そう、しょうがない。これは、はい、緊張を落ち着かせつつやっていくて、はい、あと今日、そうそう、あれがシータタやるって言ってたんですけど、はい、あれですね、シータタじゃなくなったんですよ。ちょっと違う、せっかくだからね、いつもと違うことしようかなと思って、はい、もうゴールデンスペシャルということでですね、うん、このカンダーラさんがお届けするわけですから、はい、ちょっとやっぱ、違うものをやろうということで、そうそう、で実際に、ちょっとこの現場にいる方ね、お客さんも参加、もちろんチャッターさんもね、参加してもらって、はい、構いません。で、ただその今回ですね、そのクイズをやるんですけど、はい、クイズ、そのクイズがですね、音楽クイズ、何問か出します。何問か出して、ある程度当たった方はですね、はい、最後にちゃんとプレゼントが、はい、これ実もね、番組でシータタやって、当たるとこう、いつもチェックをね、はい、送ってて、2人のね、はい、私としんやさんの2人のチェキにこうサインを書いて送ってたんですけど、はい、今回は、今日ね、来てくださってるので、はい、当たった方と3人でこうチェキを取って、はい、プレゼントするというの、それはですね、はい、ここにいる皆さんだけの特典ですので、来てくださった方だけの、はい、お通し付きで、それはボス勝山さんと交渉してください。はい、はい、ということで、はい、そっちのね、ゲームもやるんですが、やっぱりね、番組はそのクイズをやる前にあるでしょう。あ、忘れてました、完全に。忘れるよ。今日はですね、はい、これをやりたいと思います。深夜の聞かずにしないか。イエーイ。はい、やってまいりました。前回はね、はい、やらなかったんですね、はい、ゲストさんいましたから。そうですね、今回はここで聞かずに死ねるかをやろうと思うんですけど、はい、今出そうと思ったら乃木坂が出るんですよ。マジだ。違いますよ。乃木坂はこんな曲ないです。はい、すいません、びっくりした。こうやってもらあれって、はい、乃木坂おいでシャンプーっていう、おいでシャンプーが出てきた。これも聞かずに死ねるかですけど、さっきね、いただいたのね。逆にこれは今日はやりませんので、はい、今から聞かせていただきますので、はい、はい、すいません、すいません。しんやさん、初乃木坂を後で、はい、違います。今日はですね、こちらをお届けします。じゃん、はい、はい、
皆さん知ってますか、今日お届けしますのはもう70年代パンクロックの代表、セックスピストルズです。はい、ということでみんな知ってますね。もうこれ名前はですね、皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか。もう今日はですね、あのいろいろ今までそのパンクのね、あのバンドもラモンズとかも紹介してきましたけど、はい、やっぱりもうパンクといえばセックスピストルズだろうということで、うん、で今日はですね、もうこのバンドさんをお届けしたいと思うんですが、もうエンチョルは、はい、もう名前は知ってますよ、もちろん、はい、これちょっと今日の衣装もね、いわゆるパンクファッションですね。そうなんですよ、ちょっと意識してみました。あのイギリスの、はい、イギリスで、ビビアンもイギリス、はい、そうなんです、はい、しかもこのビビアンもね、ちょっと関係してるんですよ。あ、本当ですか。はい、あの今日ですね、ご紹介するセックスピストルズっていうのは、まあ1975年か6年ぐらいにね、はい、結成されたんですけど、もともとは、この人たちはですね、もともと不良少年たちだったんですね。はい、元最初は全然言ったら素人です、うんうん、もう言ったらミュージシャンとか全然やったことない人たちだったんですけど、はい、この歴史から語るとですね、最初にあのマルコン・マクラーレンという、うん、あるデザイナーさんがいるんですよ、うん、はい、その方がですね、あの一時期そのパンクっていうのはもともとニューヨークで、うん、あの発祥いたしまして、そのパンクはですね、まあ、ニューヨークで発祥した時にニューヨークドールズっていうバンドがある、うん、それがもうパンクの先駆けっていう言われてるぐらい有名なバンドなんですけど、うん、はい、まあ、そのパンクバンドのね、そのニューヨークドールズのマネージャーをしていたのがそのマルコン・マクラーレンという方なんですよ、はい、その人がですね、イギリスに、まあ、帰りまして、はい、でイギリスに帰った時にですね、自分のブティックをオープンするわけなんですよ、うん、はい、まあ、そういうファッションね、こういう服とかですね、はい、そういうパンクファッション、まあ、そのお店を出すんですけど、その時にそのお店でタムロをしてたその不良少年たちがこのセックスピストルズのメンバー。おー、なるほど、はい、でいわばその要はニューヨークでもね、そのパンクのそのエネルギッシュさ、はい、そういうのもね、あのイギリスに帰って、そのイギリスで爆発させようって考えたそのマルコムさんがですね、その不良少年を集めて、お前らいいからじゃあ楽器やれと、はい、楽器をじゃあお前はこれでこれ適当に決めて、それでその時に、まあその、そのメンバーだった4人、うん、いるんですけど、その4人のメンバーを決めまして、それで、セックスピストルズって名付けて、うん、まあ、その売り出すわけですよ、はい、でそれがですね、まあ、言ったら当時はですね、そのイギリスといったら不景気の真っ只中だったんですよ。もうね、うん、若者たちがもうすごい、社会から迫害されてるような時代ですよ、うんうん、もう若者の中ではもうなんだこのっていうフラストレーション溜まってる、はい、パンチキショーっていうね、そのフラストレーションを音楽でぶつけようっていう、はい、なるほど、それその要は、パンクっていうロック、パンクロックっていう音楽をですね、うん、その若者の感情に合わせて、うん、その音楽で表現させようとして、うん、もうそれが出した時にですね、もう言ったら、このセックスピストルズの曲の中にはですね、言ったらもう放送では言えないような、ね、もうすごいんですよ歌詞が、うん、言ったらもう今でも、放送できないような歌詞なんですけど、うん、まあ、言ったらもうその政治に対する不満だったりとか、うん、そういうのぶつけてる歌詞なんですよ、うん、でそういうのをね歌って、もうそれが巷にも一気にその若者に広がってですね、うん、もう若者に爆発的に受けるわけなんですよ、うん、それがもうセックスピストルズのいわゆるパンクムーブメントで一気に爆発したきっかけなんですね、うん、それからね76年です、うん、デビューが。で、あのこのね、セックスピストルズで言えば、シドビシャスって方知ってます？名前はね、みんな知ってるかな、まあ、レイチェル知ってるか、あのナナっていう、はい、はい、ありますよね。そうですね、結構ナナにもね、あの出てくると思うんですけど、うん、そのナナにもね、シドビシャスの名前出てくると思う。そのシドビシャスはこの、セックスピストルズのベーシストなんですけど、あのナナに出てくるレンっていう男の人が、はいはい、いますね、ネックレスってシドのネックレスつけてる、はい、シドビシャスがつけてた、ありました、ありました、 R って書いてある鍵のありますね、あれがすごい流行ったんですよ、ですよね、みんなつけてて、はい、もうそれで、あ、もうバングさんも白とナンシン、白とナンシン、そう、白っていう、まあ、人とナンシン、彼女なんですよね、うん、まあ、若干もう20とか20歳とかそこら辺で、はい、まあ、最初だから実はあのベースはシドビシャスじゃないんですよね、セックスピストルズって、うんうん、で実はこの、これが実はセックスピストルズ、最初で最後のアルバムなんですよ、はい、1枚だけなんですよね、これ実は。そうなんですよね、なんだけど一気にその衝撃を与えちゃったっていう。それで、まあ、そのシドビシャスは、その実際に最初にいた、グレン・マトロックっていうベーシストがいたんですけど、うん、まあ、その人が辞めちゃったんですよ、はい、途中で、うん、その時に、シドビシャスはですね、最初はこのセックスピストルズの、追っかけだったんです、うん、はい、ただのファンだったんですよ。しかもベースなんて弾けたこともない、うん、何も触れない、しかも不良で、うん、でその時に、まあ、その、ジョンズっていうですね、はい、今ジョンって名前を集めた不良グループが、うん、要はそこの要は、マルコムさんのブティックにタムロしてるわけなんですよ、うん、その時に、まあ、ベースが抜けたから、うん、じゃあお前入りなさいと、うん、まあ、そこも適当にそこ
ごいね、まあ、もうすごいセックスピストルと辛抱してたんですよ、このシドビシャスっていうのは、はい、でその時に、シドビシャスが入ってこのバンドに、そこからもう、一気にこのシドビシャスもスターになっちゃうんですけど、うん、実際にこの、活動時期っていうのはですね、76年デビューして、はい、78年にはもう解散してるんですよ。たった2年間たった短い。パンクムーブメントも大体その 2,3 年間で終わっちゃうんですけど、うんうん、まあ、その 2,3 年間で一気に影響を与えたのがこのセックスピストルで、今弾いた曲もですね、ゴッドセーブザクイーンっていう曲なんですけど、うん、まあ、実際弾いてる曲はすごい簡単なんですね、うん、だけど実際にシドビシャスはこれも多分弾けてない、うん、だってはい、ですね、ポポアンさんがシドは下手って感じ今日ジョニー・ロッドは本当の神様ってことですね、うん、そうですね、下手っていうあれではちょっと有名だったんですけどねだけどもう、演奏上手い下手じゃないんですよ、うん、はい、当時は伝わるか伝わらないか、そうなんですよねかっこいいこと言うんですよ、あんたはかっこいいこと言っちゃった今シーヤさんのかっこいいとこ私がバッちゃいました、はい、当時ね、そのセックスピストルが出てきて70年代っていうのは、はい、やっぱハードロックとかプログレとかですね、うん、いわゆるもうすごい難しいテクニックで、はい、ちょっともう誰もコピーできないよっていうテクニックがどんどん上がっちゃって、うんうん、もうそういうのについていけない時代だったんですね、うん、その時に、まあ、そういうのも相まって、うん、もうそういうテクニックじゃないんだっていう、うんうん、でそういうのもね、気持ちも、一気にその実際にそのそういう、まあ、なんていうのテクニカル主義っていう、うん、でそういうものを排除しようっていう動きもやっぱパンクにはあったんで、うん、実際にこの演奏してる曲中もですね、実際テクニックなんかもう合ってないようなもんですから、そうですね今日音楽的クオリティはすごい高いんですよ、はいはい、ピストルズって、まあ、難しくはないんですけどね、うん、だから、まあ、実際に、そこでその紹介する上で、僕実はセックスピストルズそんなに聞いたことなかったんですけど、はい、やってみたら簡単なんですけど、うん、やっぱストレートでかっこいいなっていうのは、うんうん、実際にこうもうこれだけなんですよ、はい、もう指がね、こう手が移動するダウンピッキングオンディっていう感じなんで、うん、まあ、そういうところがパンクの精神だなっていうのも実際に昨日ちょっと もう一回聞いてみて思ったんですけど、うん、簡単でかっこいい、ね、簡単でかっこいいだけどやっぱりそのパンクっていうのはやっぱ音楽ジャンルっていうか、うん、でも精神性なんですよね、うん、もうやっぱりそういう、反体制的な感じの、はい、そういうところを歌ってるところ、まあ、パンクロックっていうとどうしてもこうなんかこうなんかストレートのロックンロールって感じなんですけど、うん、実はちょっと違って、うん、パンクっていうのはやっぱり、音楽性というかそういう精神面のところを言ってるのがこのパンクじゃないかなと、うん、はい、そしてその、さっきのマルコン・マクラーレンさん、はいはい、いましたよね。でこの人がですね実際にそのブティックをやってるお店はこのセックスピストルの貸し物でもセックスっていうこの、名前ですね、はい、この名前を実際にブティックの名前にしたんですよ、うんうん、でその時に、まあそのねお店でこういうパンクファッション、うん、こういうの、はい、でその人は一応プロデューサー的な立ち回りでしたから、うん、まあ、その彼らにそういうパンクファッション、まあ、言ったら安全ピンですね、よく安全ピンでこの服のね、これ破れたところ安全ピン飛び出して、そういうまあファッションが斬新だったんですけど、はい、まあ、そういうファッションもね一気にそれで広まりまして、パンクファッション今でもね、うん、根強いです、パンクファッション、はい、でその時にそのマルコン・マクラレンと一緒にですねそのデザイナーとしてお店をやっていたのが、はい、このあれです、ビビアン・ウェストウッド、はい、この人なんですよ。この人がこのセックスピストルズを作ったマルコン・マクラーレンと一緒にお店をやってたんですね、はいはいはい、で実際に、まあその2人はもう一気に有名になっちゃって、うん、でもうビビアンはビビアンで独立して、はい、もう自分のブランドを立ち上げるわけなんです、はい、それがもういまだにこのセックスピストルズじゃなくてこのビビアン・ウェストウッドとかっていうこういうブランドでもう今若者にめちゃくちゃ人気ですよね。すごい人気ですね。これ実際にこの模様見たことありますけど、はい、すごい高いんですよね。これめっちゃ高いんですよ。僕もね一回なんかプレゼントであげようと思ったら5万ぐらいしたので、はい、もうすぐやめましたね。買えたこんなもん。当時高校生だったんですよ。あ、まあ、高校生にしたらすごい高いです。高いですよ。でもこれファンの方にプレゼントしていただいたんですよ。また？はい。はい、なのでもう大事に大事にしてて。今日お気に入りですよね。お気に入りなんですよ。で私もビビアン大好きすぎて、はい、イギリスの本店まで行きました。おい、すごいね。はい、イギリスの本店まで行って。まあ、買えなかったんですけど行った意味ないね。そう、行ってこう眺めてました。いやけどそういうね、ビビアン・ウェストウッドと、まあ、そのセックスピストルズが実際繋がってる、はい、そして、まあ、実際にその漫画のナナ見た時に
はい、実際ビビアンもいっぱい出てきますけど、全部、はい、全部つながってるんです。そうなんです、はい、ビビアンにつながったって言って、はい、そうなんです。そしてゆりかちゃんは今から行きたい、でもパパが連れてってくれないすごい、あの公開でチャットに愚痴言ってますけど、ね、ゆりかちゃん全部来てほしいですかね、はいはい、来れるならぜひ来てほしいですが、はい、次回のイベント、もしあの、ね、時間があったら、はい、ぜひ来ていただきたいです。今日はですね、まあ、セックスピストルズでもういろんなね、今まであのアーティスト紹介しましたけど、はい、このアルバムがいいとかね、うん、言いましたけど、これしかないんです、はい、これしかないんで、これしかないから、もう実際に、もうパンクをね、うん、一回ちょっと聞き直してみてください。しかも、はい、歌詞もちょっと見てほしいです、うんうん、かっこいいこと言ってますよねかっこいいこと言ってるし、絶対放送できないんですけど、はい、あの実際にこのパンク当時のね、その歴史の背景も、踏まえつつ、これも実際に見ていただければ、はい、あの音楽はテクニックじゃないんだっていう、はい、それすごい音楽はハートなんだっていう、その大事な部分をこの教えてるのがこのやっぱセックスピストルじゃないかなと、うん、そういうところでね、今日のこの聞かずに死ねるかはぜひこのセックスピストルズを聞いてみてください。はい、はい、ということで今日はですね、セックスピストルズをお届けしました。ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、あの1個言っていいですか、はい、さっき、バングさんからも来てたんですけど、しんやさんはしんと呼んでほしいのに、なんでしんやの聞かずに死ねるかと言ってるのかって、俺、できたから自分で言っちゃってるっていう、すごいね、暗いところを疲れたみたいな私も思った今気づきました。俺あんだけレイチェルにしんしんって呼べって言ってたからね、はい、自分でしんやって、できてねえじゃねえかまあこれからちょっとしんと自分で、はいはい、次からはしんのって言ってくださいね。そう、います、はい、必ず言います、はい、もし深夜って言ったら指摘してください。わかりました。お前言ってんじゃないかと、はい、お願いします、はい、ということで、はい、ということで、ということで、ということで、はい、真の聞かずに死ねるかです。はい、はい、はい、一曲できましたいや、はい、そしてじゃあちゃんと言えたことで、はい、ところで、いつもはねシータダをやるんですけど、はい、今日はですね、スペシャル、ゴールデンスペシャルということで、はい、ゴールデンスペシャル、ゴールデンスペシャルということで、クイズをですね、はい、このロックにまつわるクイズ、しかもですね、実は、全部あの僕のこの聞かずに死ねるかのコーナーの中で言ってたことなんです。はい、はい、皆さん絶対聞いてますよ。はい、見てたらね。見てたら。ちゃんと見てたらね。わかるはずなんです。はい、復習コーナー。復習、いや復習クイズです。はい。もう見てたら優しいクイズですよ。はい。それをですね、はい、実際出します、はい、であの今からですね、その問題を出すんですけど、はい、この皆さん、もしチャットの皆さんも参加していいですけど、この現場にね、お客さんの皆さんも参加してください、うん、で、はい、お客さんに、こちらにお客さんはですね、実際に問題を出して正解して、3問当たった方、はい、先にね、で先着3名様で、あのいわば3人でこれ終わった後に3人でのチェキをプレゼントします。はい、はい、で、実際にこれから今問題を出すんですけど、全部3択です。だから、はい、当てずっぽでも当たるっちゃ当たるんですけど、はい、あのその3問全部グーチョキパーでやりますんで、はい、グーチョキパーで、実際に、まあ、実際に答えをどうぞって時に皆さんグーかチョキパーを出して、グーかチョキかパーを出してもらって、はい、で当たった方を、こっちで全部数書きますので、それで、実際に3問当たった方から先着3名様でプレゼント当てます、あの差し上げます、はい、ということで、まあ、だけどちょっと大丈夫ですか、大丈夫ですか、ルールは、あの僕の意味不明な説明分かりましたかねはい、じゃあ行っちゃいますか、もう、はい、じゃあ、グーチョキパーでやるので、それで皆さんグーチョキかチョキかパーか答えるときに、はい、せーので出していただければ。チャットもグーかチョキか、グーかチョキパーか、はい、パーで、僕言いにくいんですよ、グーかチョキかパーで、グーかチョキかパーで、グーかチョキかパー、そう言えないんですよ、はい、風が悪くて、はい、じゃあ行きますよ。じゃあ第1問、はい、1問です。ででん、クイーンのボーカルといえば、はい、フレディ・マーキュリーですが、ですが、はい、クイーンのギターは、ギターはブライアン・メイですが、はい、そのブライアン・メイがギターを弾くときに使っているピックの材質は何でしょう。お、これはですね、前にね、言いますよね、はい、で、3択です。今からレイチェルが3択出しますんで、はい、なので、いきますよ。じゃあ、はい、まずグーグーはグーは、石、石、いいですか、はい、石です。チョキが、はい、木、木ですね、はい、パーがコイン、コイン、はい、この、3つです。
この3つの中から選んで、はい、せーので、グーチョキパン出してください。はい、これでもう3択ですから、はい、もう分からなくても出してくださいね。はい、はい、じゃあいきますよ。じゃあ皆さん、正解は何だと思います？せーの、おパーパーチョキパー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 、お、一人だけチョキですよお、いいですか。それではチャットの皆さんもね、チャットの皆さんも、はい、参加しちゃってください。はい、グーチョキパーです、OK なんで、はい、はい、これはですね、じゃあまあ今、うん、大抵がみんな石以外は全員答えましたけど石ではないってことで、石で、みんな石じゃないか、石ではないなと、さすがさん素人でも分かるということで、はい、ということでですね、じゃあ正解の発表、じゃあレイチェルさんから、はい、正解は、正解はパーのコインでした。はい、はい、正解した方おめでとうございます。分かりましたね。みんなさんもゆうやさんとかかおさんさんとか、はい、ポポアンさんとかみんなパーって言ってくれた、はい、これ結構優しい問題でしたからね、はい、これは実際に、実際にですね、こうイギリスのコインをですね、ブライアン・メイが使ってました。普通のこうピックっていうと、こういうプラスチックだったり、はい、まあいろんな材質があるんですけど、コインっていうのはなかなかないんですよ。しかもコインの中でもそのイギリスのコインをブライアン・メイは好んで使ってまして、やっぱちょっと独特なあのアタックの音を出したりとかですね、そういうところもちょっと普通のギターには出せない。そう、しかもブライアン・メイってギターを全部一から自分で作ってるんですよ、うんうん、もうハンドメイドで全部作ってて、すごいですよね、そのギターを作っちゃうってところが。そうそうそう、もう自分の音が欲しいと思った時にブライアン・メイはもう自分でギターを作っちゃったという、もうそういうところもやっぱりちょっと普通のギタリストと違うなと思って、うん、だからあの明らかにクイーンの初期の曲聞くと分かるんですけど、はい、なんかギターじゃないような音がいっぱい鳴ってるんですね、うん、だけど実際に、うちのバンドは一切シンセサイザー使ってませんよっていうクレジットを出して、うん、全部これはもうギターでやってます、はい、もうそういうのを出して、あの普通のバンドさんとは違うところも出してる、うん、そういうところもね、クイーンの凄さもありまして、うん、あのぜひよかったら聞いてみてください。はい、ぜひね、そこをチェックしながら聞くということで、はい、じゃあ次ですね、第2問いきますか。第2問お願いします。はい、私が大好きなデビッド・ボーイが当時演じてたキャラクターは何でしょう。はい、これはね、もう実際にこれも聞かずにしてみるかでやったと思いますね。はい、これはね、簡単でしょう。はい、はい、じゃあいきますよ。もう 3択ですか。3択、それでは、グー、デビッド・スターダスト、はい、チョキ、ジギー・スターダスト、はい、パー、ジャック・スターダスト、 OK ですか。はい、チャット皆さんも今分かりましたか。はい、分かりましたか。グーがデビッド・スターダスト、チョキがジギー・スターダスト、パーがジャック・スターダストです。はい、では分かるかな。じゃあ皆さん一斉にいきますか。せーの、結構分かれてたかな。おお、分かれてる。グー、チョキ、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 そう、グー、チョキ、グー、チョキ、グー、チョキってなってる。パーはいない。もうパーはいない感じですね。ジャック・スターダストじゃない、デビッド・スターダストか、ジギー・スターダストのどちらかだと。はい、じゃあ、ゆうやさんはグーと言ってますね、デビッド・スターダストだと。ほう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 、結構分かりましたね。半分半分ぐらい。それでは、正解発表します。チョキのジギースターダストでした。はい、はい、チョキ上げた方、ちょっと手上げてください。チョキ上げた方を了解しました。惜しいですね。カワ3203グー、ポコアンさんもグー、そしてユウヤさんもグーなんで、惜しいチョキだったんです。これはもう、ジギースターダスト、はい、もう一度いいですか、はい、チョキの人、はい、これ実際はデビッド・ボーイって名前なんですけど、はい、まあ、その後ずっとデビッド・ボーイって名前でやるんですが、はい、当時はですね、そのグラムロックっていうロックをまあ発祥させまして、はい、まあ、その自分でですね、一つのキャラクターを作って、はい、まあ、ジギー・スターダストという名義で、はい、もうバンドも作ってですね、はい、もう一個コンセプトを作っても、ツアーもやって、はい、その作品もね、あのセレージも持ってますよね。はい、まあ、正式に言うと あれなんですけどね、ジギーっていう名前で、はい、まあ、スターダストっていうのはまあその曲名みたいな感じで、はい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 、結構ジギ名前的にはまあジギーなんですけど、はいはいはい、まあ、ジギースターダストにも伝わるということで、これ実際にあの息子さんの名前もそれにちなんだ名前にしたんですね。なんだけどジギースターダストっていうその名前もね、うん、終わったから、その名前変えちゃ改名もう改名したんです。息子の名前を勝手に改名したっていう。息子にとっては結構偉い迷惑だなっていう。確かに自分の名前コロコロ変わったんで、はい、大変だけど、そういうまあそれもまあロックっちゃロックかなと。はい、はい、
まあ、正解はそのジギースターダンスでした。はい、はい、ということで、うん、まあ、今結構2問、2問正解もう結構、じゃあ、はい、2問正解された方はですね、次のやつで4人もいますね。ちょっとこれ次の問題で終わっちゃうんじゃないですか。はい、早いですね。そしたら正解数をもっと増やしますか。3問以上の数にした方がいいですね。じゃあそれでは、いやでも次は難しいな、これ。次は難しい問題です。これは結構、いやけどね、これも実際は、お正月の放送で、あ、言ってますよ。次の問題は、お正月の聞かずに死ねるかで取り上げました。はい、わかるかな。はい、じゃあ第3問、はい、ででん、ギターに革命を起こした人といえばもちろん、はい、ジミヘンですよね。はい、そのジミヘンという名前がついているコードといえば何でしょう。はい、実際にジミヘンコードっていうのがあるんですよ。はい、話しましたよね。はい、ジミヘンコード、みんな首をうーってとか、はい、うーってとか、多分ね、チャッター皆さんも、なんだっけなっていう、はい、もしかしたら今、もしかしたらアーカイブ見てるかもしれないですね。はい、じゃあいいですか。はい、いや、これも三択ですから。三択ですから、ね、はい、当てずっぽでも当たるかもしれないです。はい、それではグー、グー、はい、イーアドナインス、はい、チェキ、イーオーギュメント、はい、パー、イーセブンスシャープナインス、はい、この3択です。はい、これ実際に、あの、実際にコードあるんですよ。はい、この3つとも、3つコードあるんですけど、ね、あるんですけど、ジミヘンがよくこのコードを使ってて、はい、ジミヘンコードってもう口座に名前がついちゃったんです、はい、それ有名なんです。あ、じゃあですね、じゃあヒントで、ヒントで、じゃあそのコードの音を出しましょう。はい、この音です。はい、これですよ。じゃあ、いきます。はい、じゃあ、皆さん、せーの、おー、パー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 グーパーグー。チャッターさんはパーが多いですね。パー多い。バングさんは、パーを言ってましたね。うっちゃまさんもパー。バングさん、紳士的入ってますが、よし、では、はい、正解発表はこちらです。パーの E7 シャープナインスでした。はい、はい、ね、パーの方、これ実際に本当にあるコードです。はい、ではパーの方、はい、手を挙げてもらっていいですか。これ実際に、あの、よく使われるコードなんですね。はい、なんかちょっと雰囲気がね、独特というか怪しい雰囲気なんですけど、はい、この地味編のね、やっぱり独特の、ブルースだけじゃなく、ちょっとエキゾチックな感じを出すので、このコードよく今でも使われます。はい、なんで、まあ、ギターをもしこれから覚えるという方は、もう地味編コードってのは、お、知ってるじゃん地味編っていう、はい、なりますので、よかったら名前覚えてください。ぜひぜひ覚えて帰ってください。はい、ちょっと難しかったですかね。うん、ちょっとみんな悩んでますよね。はい、迷って、じゃあちょっと次は簡単になるかもしれないです。はい、じゃあ5問にしますか。5問先に、はい、正解した方、そうですね、はい、3問ね、正解しちゃったもんね、みんな。はい、じゃあどんどんいきますよ。はい、じゃあ第4問お願いします。第4問、ででん、エディ・ヴァンヘイレンが世の中に広めた奏法の名前は何でしょう。はい、こちらもですね、皆さん、地味編と同じくもうギター革命を起こした方なんですよ。はい、これもね、でも聞かずに死ねるかで、はい、取り上げました。はいはい、でも結構最近ですから、皆さんも覚えてるんじゃないかなと思います。はい、で、そのエディ・ヴァンヘイレンが世に、もう実はこのエディ・ヴァンヘイレンも前にも弾いてる人はいたんですけど、実際にこのエディ・ヴァンヘイレンが一気にそれをフューチャーさせて、はい、もうみんな世の中それを使ったっていう、奏法があるんです。その名前を当てましょう。はい、3択でお願いします。は、じゃあいきますよ。グーはライトハンド奏法、はい、チョキはレフトハンド奏法、はい、パーがセンターハンド奏法。はい、はい、でも
引っ掛けでも何でもなく簡単です、はい、簡単ですよ。実際に、分かりますか？あのみんな分かってますよ。うんうんって言ってる。うんうんと、はい、有名ですかね、これは。もうチャッターの皆さんも分かりますか？はい、じゃあもう、じゃあ皆さんせーのと言いますよ。せーの、お、グーグーチョキグー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 ですね。はい、グーが多いですが、はい、これ一気に5問いくんじゃないか、いくんじゃないか、はい、ということでですね、はい、じゃあ正解はこちらです。正解はグーのライトハンドサンドでした。そうですね、はい、多いですね、やっぱり実際にこうギター弾くときはピックでね、こうやって弾くんですけど、はい、まあ、ね、この、バンヘイラーこと、こうやって右手を使ってですね、うんうん、弾くっていう、まあ、この右手でこう押したり、弾いたりするんですけど、これをライトハンド奏法と言いまして、うんうん、これを一気に世に広めた方なんですね、はい、でこれも今、やっぱりやるとやっぱりギター知らない人がおっと、うん、おっと思うんで、でも実際それ難しくないんですよ、これ押して離してるだけなんで。こうやってるだけなんですよ。すごい。でも実際は難しくないんで、やろうと思えば結構誰でもできるかもしれないです、うん、なんで、あのライトハンド奏法でできるよって言うと、もうちょっとテクニカルじゃん、うん、かっこいいじゃん、やれんじゃんお前やれるかもしれないんで、はい、ちょっとギターこれからやるって人は覚えてみて、はい、どうかなと思います。結構あのチャッターさんもみんなこれは覚えてるみたいで、グーグーグーとみんな、はい、結構当たりましたね、はい、これもう次で5問当たる人いますか？そうですね、次今のところ、はい、いますね。でも5問当たる人、もう醤油ラーメンさんと、もう一方いますか、ね、はい、2人います、2人。おおほほ、なんかあ、けどこれ先着3名様ですから、はい、先着まだまだチャンスあります。でもね、時間的にも結構迫ってきてるので、はい、どんどんいっちゃいましょう、はい、けどね、次は逆に言ったら、もうレイちゃんのファンだったら分かる問題、もう分かる問題です、はい、では、いきますよ。第5問、はい。でね、ざわざわしてるけど。ざわざわしてるな。私が初めて買ったギターは何でしょう？はい。はい。グーは？グー、ゾーンさんギター。はい。チョキ、ダウンエレクトロ。はい。パー、フェンダージャパン。はい、この3択です。はい。さあ、どれでしょうか？最初ですよ。一番最初です。一番最初に買ったやつね。では、チャッターの皆さんも OK ですか？はい、では、いきます。正解、せーの、おお、全員グーというね結果になりましたが、はい、はい、チャッターの人たちも分かるかな、ということで、じゃあもう正解発表いきますよ、はい、では正解こちら、グーのゾウさんギターでした、はい、じゃあお二方、はい、当たりました。すごい、みんな私のことをよく分かってくれてて嬉しいです。簡単だったかな。じゃあもう最後1問にしましょうか、はい、もう次の1問で決まりそうですね。今お二方当たったん で、ね、あと1名様で、もし最後の1名が複数いた場合はじゃんけんで最後お願いします。はい、どれにしようかな、どれがいいですか。じゃあですね、これにしましょう、これにしましょうか、はい、じゃあ最後の問題、これは私の、はい、私たちのついての問題です。はい、はい、これ一番最近やったので覚えてくると思います、はい、じゃあ行きます、はい、私たちの曲ペアのサビの一番最初の言葉を当ててください、はいはい、サビです、サビですよ、一番サビです。グー、僕の右手、はい、チョキ、君の右手、はい、パー、君の左手、はい、はい、いいですか、はい、難しいですよ、行っちゃいましょう、せーの、お、分かれた、チョキ、パー、グー、パー、チョキ、グー、グー、チョキ、はい、じゃあ、いきます。正解はこちら、グーの僕の右手でした。はい、ということで、当たった方、はい、グーをあげた方3名様ですね。ちゃんとみんな聞いてましたか？まあ確かにこれは私でも混乱するかもしれない。ということで、最後当たった方はですね、はい、これ終わった後にですね、じゃんけん、ちょっと星マークをつけておきまして、はい、じゃ最後になった3名様で、じゃんけんをしてもらいます。で、その3名の中から1名様だけ、じゃあチェキの
サンデーさんプレゼントみたいな。いいですかね。そうですね。はい。ということで結構これで音楽的共演をもついたんじゃないですかね。はい。はい、もし分かんなかったらもう一回聞かずに締めるかを見直していただければ、うん、はい、といいと思うんで、うんうん、今日はですね、こんな感じで仕立てではなく、はい、復習コーナー、復習コーナーこれでね、復習コーナー楽しんでもらえたらいいんですけど、はい、こういう感じでですね、皆さんにですね、こういうロックの歴史もいろいろ知ってもらえたらなと思いますんで、はい、今日だった方はこのチェキを取りますんで、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そしてですね、もうあっという間ですね。あっという間なんです。時間が45分です。はい。あと15分しかない。もうこれはですね、最後にですね、いました。一曲入魂を。はい。一曲入魂だけど。今日は2曲やっちゃいます。2曲やります。はい、ちょっとセッティングを。はい。シンさんは、シンはセッティングを。呼びづらいわ、本当にだっていきなりシンって呼び捨てにしてみたいな感じになったらちょっとなるじゃないですか、やっぱり。いやいや、そこはね、やっぱアーティストネームで行きたいですから。なるほどね。お願いします。はい。お、復習コーナーってその復習じゃないですよ怖い方になっちゃってますけど怖いですからね。いいですか、はい、準備早いですね。最後ですね早いです。まあ、もう今日はですね、はい、実際にお客さんも見ていただいている前で、はい、我々の、2曲カルミアとペアをですね、うん、やると思いますので、はい、最後に、みんな聴いてくれればと思います。ではカルミアです。まず最初にカルミアを聴いてください。
旦をちょっと下げようという。はい、そうですね。はい。あ、大丈夫ですか？僕の手元でコントロールします、ね。はい。そしてじゃあ続いての曲は。もうこれはですね、最後の曲ですけど、はい、ペアという。聴いてください。ペア。ゴーゴーギターという雑誌があるんですが、そこでレイチェル、あ、違う、広瀬玲奈の
早弾きロックユーというのをやってるので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。あとは、ディズニーファン6月号が、5月7日月曜日に発売になります。はい、ダッフィーと一緒に、いろんなディズニーシーを探検しているので、はい、ぜひそれもチェックしてください。あとは、ですね、あさってかな、あさってに、ミュージックデリバリー DX というラジオをですね、辰巳さんとやってるんですけど、あさって5日土曜日5時から、木場の方でやるので、ぜひぜひ見に来てください。実際に見れるんですよね。はい、あのオープンテラスでやってるので、はい、ぜひここに来てくれいただければ、そこで生で見ることができるので、はい、ぜひ見に来てください。おアッキーさん行きました、ね、ありがとうございます。待ってます、はいはい、あとはあそう勝美さんとねやってるので、勝美さん好きな方もぜひぜひかっこいいので見に来てください。はい、あとですね、重要なことが一つ、宝レア弁 CM 総選挙に参加中です、はい、今1位なのでこのまま1位で突き切っていきたいと思うので、ぜひぜひ CM に出るために皆さんの投票をよろしくお願いします。 Facebook ページからも投票できるので、皆さん毎日こうクリッククリックで投票お願いします。はい、そして新谷さんじゃなくて新と私のブログも忘れなく、はい、お願いします。新のブログですね。新のブログ、はい、頑張れイチョルブログ、はい、ぜひぜひ見てください。はい、そして最後にですね、ここ神田原さんでの番宣を、はい、じゃあ神田原さんがですね、定期的にライブをこの、ね、やってらっしゃいまして、はい、こちらですね、今月の、はい、あのライブイベントのチラシなんですけど、うんうん、神田さん第2水曜は神田原セッションデーと書いてまして、はい、プロの方がもういっぱい来るそうです。でそこでもう飛び入りでもうその場で曲をですね、うん、即興でやったりですとか、うん、実際にその、別にプロの方じゃない方でもですね、もう1000円払えばセッション参加もできるという、で500円払えば普通にそのプロの方の演奏を見学できるという、やったね、そして美味しい料理も食べられるという、素晴らしい、それがイベントが、はい、イベントがやってらっしゃいます。第2水曜日、そしてですね、こちら、南町ボレルさん、こちらはですね入場無料です。こちらもですね、神田原さんで、5月15日、はい、こちらに、書いてありますね、はい、マチャコ率いるそこに喧嘩のしいラテンバンド、これいっぱいいろんな、ね、70年代ロック、ハードロックだけじゃなくてこういうラテンのバンドもいろんなバンドさんが出られますね、はい、この南町ボレロさん、オープンが17日だそうです、はい、こちらも、5月15日で入場無料です、はい、ラベセンって書いてありますから、お気に入ったらお金を出すという感じですね、はい、そしてこちら次がですね、5月18日、これはもう前回私たちの番組に出ていただきました、カズ南沢さんの、これもですね、これも定期的に出てらっしゃいまして、5月18日ですね。大御所です。なのに、入場無料です。おお、すごい。はい、誰でも行ける。はい、その演奏を聴きながら美味しい料理を食べられて、はい、もし何かあれば投げ銭って書いてありますけど、すごいですね。はい、はい、こちらが、5月18日の、17時オープンの、するまでイベントをやってらっしゃいます、はい、それだけじゃない、もっとありますよ、たくさんありますよ、はい、で5月19日はですね、こちら、レゲエナイト、おー、はい、また違った感じの、実際に、伝説のレゲエライブバーホット、ロケッツコロケッツかな、うん、はい、でレギュラー出演してる、これ実際に、ゴムマリソンコンテストで優勝した方、はい、この実力派が、出ます。このレゲエ、さっきはですね、ラテンでしたけど、こっちは、レゲエだそうでして、うん、こちらも、5月19日、そして、スリービーワンダーナイト、フューチャリングアキコさん、まず5月24日、そして最後に、ブルースライブインカンダー、こちらもですね、ミスター、これ、OA さんっていうんですかね、はい、OA、OE さん、はい、この方が、実際にですね、5月25日、このようにですね、はい、たくさんイベントが、たくさんイベントをやってらっしゃいますので、ぜひ美味しいご飯と、このいい演奏を聴いていただければと思います。はい。ということで、1時間もう、あっという間に、はい、もう過ぎてしまいましたが、あっという間ですね。はい、この後はね、レイチョルブでお食事会があるので、はい、楽しんじゃいます。はい。はい、そしてですね、最後は皆さん、もちろん。はい、このポーズ、覚えてますか、はい。ね、はい、王様ランチと最後は、はい、
木曜12時からはっていうので皆さんで私もなっちで終わらせてください、はい、来週も木曜12時からやりますので、はい、皆さん、ね、はい、来てくれてありがとうございました、はい、今日はこんなのまでありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは木曜12時からはお父様ランチ、ありがとうございます。